んにちは。今日は私たちオン三河姉妹と、そして滋賀大学の三河さんと、こちらの新型車タッに試乗したいと思います。すごい楽しみ。では出発で、はい、出発です。何気なく乗ってますけど、すごいこのシート、はい、ホールド感がありますね。あります、あります。で、まあ、最近ね、大体多いのはやっぱりベンチシートが多いんですけども、あの、まあ、これはベンチシートではなくてね、ちゃんとセパレートシートで分かれてますので、はい、はい、まあ、ベンチシートのいいところもあるんですけどね、この分かれてるタイプのシートはやっぱり一人一人を包み込むような設計になってるので、ね、はい、やっぱり長時間運転してると、やっぱり楽ですね。体がこうやってくねくね動かない。はい、やっぱりこの車でいろんなところドライブ行ってほしいし、はい、アウトドアにも使ってほしいから、そうなんです。そうなると距離もね、やっぱり走りますから ね、はい、そうなるとこういったシートいいですね。いいですよ、本当に。で、女性に嬉しいシートヒーター、好きですよね。はいちょっと確認してません、なんかヒートシーターとよく私間違えてボーボーになりますよ、もうシートヒーター好きで、はい、だからね、これ今この時期なんでシートヒーターの話すんのと思うかもしれないですけど、冬に絶対いいですよね。めちゃめちゃいいですね。そろそろあれさ、車内にイメチェンでもしますか。イメチェン、はい、早速しますか。でこのね、上のよかったら、あ、上を開けていいですか。開けてもらってもいいですよ。いきまーす。おー、開きました私たちのこの頭ぐらいのところまで開きましたね。やっぱ明るくなりますね。明るいですね、はい、今日はあいにくの雨模様なんですけれども、やっぱり空の力ってすごいです、すごい明るいですね。わあ、こんなに開放感があるんですね、やっぱりこの、まあ、実際に、ね、室内空間の広さは変わってるわけではないんですが、やっぱり先がね、外が見えるだけによってやっぱり全然すごく広く感じますね、はい。自分でこう閉めることができるんですね。できます。まあ、助手席の人も、ね、やっぱり直射日光が来るので、いくら UV が入ってるとは言えば、やっぱりね、暑かったりすると、こういう閉じていただくだけで、やっぱりね、普段通りで使っていただくこともできます、ね。いや、でも私嬉しがりなんでね、すごく開けたくなります。あ、僕もどっちかって開けてしまう方ですね開けっぱなしじゃなくて、自分でこう開けて、おっていうのをね、毎回やりたいなで、そうそう、さっき言いました、はい、UV はちゃんとこのガラス引いてるんですね。もちろん入ってます、ね、99% カット、はい、バッチリです。まあ、いつも残り 1% なんやろうと思うんですけど、まあ、99%、はい。で、なんかこう夏のね、こう暑さ、じりじりとした暑さを軽減してくれるっていう、はい、赤外線もカットしてくれるんですよ、ね。そうですね、IR カットという形の、ね、ネーミングになってますけど、はい、このフィルムも入ってます。すごい、じゃあもう本当に開け放題ですね。そう、開け放題です。開け放題、開け放題いいですね。またね、さらに乗ってる時にね、この今信号待ちじゃないですか、はい、ここにね、フォールドというボタンが真ん中にあるんですけども、はい、これを押したことによって、今僕ブレーキペダルから離しても進まないんですよ。で、アクセル踏むと、え、どういうことですか。信号待ちの時っていつも、ね、赤の時でブレーキ踏んでますよね。踏んでます、はい、はい。で、今回この車で初めて採用された電動サイドブレーキというのが採用されまして、サイドブレーキっていつもこう手で引くか足で左足で踏んでいただくかというペダルがあったんですけど、はい、この車からそのペダル自体レバーもついておりません。で、まあ、普段ね、ご自宅戻られたら P に入れてサイドブレーキギュッて引きますよね、はいはい、P に入れたら勝手にサイドブレーキを引いてくれます。賢い。そうなんです。やっぱりそれ電動で動く機能を利用して、信号待ちでこのホールドボタンを押すと、はい、ブレーキを踏んで、2秒3秒ほどするとですね、はい、サイドブレーキを自動的にギュッとかけてくれますので、はい、信号待ちで、まあ、特に長い、ね、信号待ちとか踏切とかあると思うんですけど、そういう時にブレーキを踏みっぱなしにしなくても、はい、サイドブレーキがかかるので、これで、はい、もう今ペダルを離してますが、ブレーキはかかりっぱなしと。すごいですね。なんか最初戸惑いませんか。いやでも便利ですよこれ。もう慣れたらちょっとやめられないですね。そうですよね。まあ、あくまでね、補助をしてくれるので、まあ、あぐらかいというわけではないんですけどもはい、まあ、一応そのね、運転者の負担を少しでも減らせるような、はい、
仕組みになってますんで、はい、あ確かにこうずっとブレーキ踏んでるのってしんどいですもんね。私ねあのマッサージに行った時に、はい、右のお尻が凝ってますよって言われたんですよ。よく車運転されますかって言われたんですよ。はいはいはい、でもそういうことかななんて思って。でも乗り換えの案内出てるじゃないですかそれ人に優しい車ですね。優しいです。でもやっぱこう気持ち面も優しくなるじゃないですか、ね、この、ね、空を見ることには、はい、いやもう間違いなくいいと思います。いいですね、はい、メーターとかに50って出てきて、あ、はい、これあの、まあ、そのスマートアシストの、まあ、進化版である、まあ、このタフサになってるんですけど、まあ、標識の認識機能っていうのがありまして、はい、え、あ、50確かに、あ、50、はい、50って書いてある。50キロまでのところの看板を標識をこれ、はい、え、同じマーク出てますよね。出てくる。どういうことですか。もちろんカメラでしっかり見てるんで、はい、すごすぎませんかすごいでしょ。すごいですね。もういいとこしかないと思うんですよ本当に。皆さん乗り換えのタイミングです、ね、そうですよ。まずは私からっていうね、そいや本当に機能面もバッチリですね。バッチリです、はい。閉めてみます。あー、これがいつもの様子ですよね。そうです、シュッてするだけで、おー、開放感やっぱり全然違う。なんか広さも感じますよね。広くなったような気がするんですよね。すごいですね。止まります、はい、スムーズに運転できますね。でも、うん、ペダル離していただいても、あ、今そうです、もう話していただいても大丈夫です。じゃあブレーキペダルは外します。はい、うん1ミリも動かない。動かないすごい。あ、じゃあ青になりましたんで、アクセル踏むと、おお、まあ、今日はね、ちょっと、まあ、これ、明けまして開放感を体感していただいてるんですけど、まあ、実際晴れてる時は本当に気持ちいいですし、あとまあ、あまり僕もこの車夜に乗ることは少ないですけど、はい、まあ、星空なんかね、見える日なんか多分すごい、すごい、感激ですね、はい、うん、なんかこのハンドルの持ち具合もいいし、はい、かなり小回りが利いて運転もしやすいですね、うん、なんか遊びにぴったりですね。遊びにぴったりだと思います。なんか友達を乗せて自慢したい車です、はい、で閉じていくんでしょ、最初そうそう、最初あーあーみたいな、そうそうそう、何も言わずに開けるんですよね。絶対みんなびっくりしますよえみたいなすごいびっくりする。でもこれ実際乗ってみると、うん、また良さが伝わるんですよね体感っていうのはすごい大事だなと思って ね, ねえ、さあ次回タップね、まあ、今回させていただいたので、どうでしたっけ、うん、もう噂のタフト、もう本当に待ち望んでたんですよ、はい、今日身近に感じられて、すっごく楽しかったです、かっこいいな、はい、あ、ありがとうございます、はい、まあ、ぜひね、またお店で体感試乗できますので、はい、ぜひお越しください、はい、じゃあもう次、小野さん、はい見ないと分かんないことたくさんあって、はい、前の座席と後ろの座席、色が違うんですよ、ね、もういろんな発見がすごい楽しかったです、はい、ぜひまた乗せてください。まだまだ、ちょっとコアなので確認していただきたいところがあります、はい、で最後、はい、締めを、ゆわちゃんに。私実際に乗せていただいたんですけれども、スタンディングトップ開けると本当にもう明るくって最高でした。気分も明るい、いやもう人生まで明るくなるよ誰かに言えって言われました。いやいや本当に本当に明るさすごい、あんたもすごいよ、いやほんますごい、本当にすごいですね、はい、ぜひ皆さんも体感していただきたいと思います、はい、滋賀大発のパッとお店でぜひ試乗なさってください。ぜひお越しください。ください、ねー、後ろのワールディーおいでタフト。